山本由伸、メジャーデビュー戦は1回5失点 KO。 山本は MLB デビュー戦を勝利で飾りたいところだったが苦しいピッチングを強いられた。初回被安打4、吉四球2でまさかの5失点。ここで悔しい降板となった。この日の山本は、1回を投げ、被安打4、奪三振2、吉四球2失点5の成績。防御率45、ホイップ5となっている。山本がこんなにボコられるとか、初めて見たぞ。防御率 45.00 の由伸とか、滅多に見られへんで。味方のエラーで4失点、自責ゼロの大炎上なら、見た気がするが。か、韓国のマウンドが合わないだけかもしれないし。別人って言われても疑わないぐらいの炎上やね。やっぱボールが原因なんかな。山本あかんってなったら、ドジャースの先発や、バイナスペと怪我明けしかおらにゃん。バウアー。マジで、今永の方が吉野部より活躍しそうじゃね。ここまで吉野部ダメなの初めて見たわ。まあここからアジャストで切るかどうかやしな。メジャーの洗礼受けただけやし。